こんにちは、心理カウンセラーの高森です。今回のテーマはオーバーペースはメンタル不調をこじらせるです。メンタルの調子が悪いとどうしてもこう焦ってしまうんですよね。焦って何かをするとなると大抵の場合、周りの目からするとオーバーペース、無理をしすぎっていうことになってしまいますね。でもご自身では危機感が募るので我慢できないんですよね。それで何かをやりすぎてしまって、その結果無理がかかってしまってメンタルの不調がさらにこじれていくというパターンになることがとても多いです。そして調子が悪くなるとさらに焦りますから、もっと無茶をするという形でどんどんこの悪くなるというサイクルがあるんですね。ここをペースダウンするというのは非常に勇気がありますし、場合によっては周りの協力がないと自分では止められないということすらあるぐらいです。このぐらいこのオーバーペースのテーマっていうのは大きいですから、もし思い当たる方はこの辺のところを意識していただいて、しっかりブレーキをかけるということを意識してくださればというふうに思います。このようなことをお知りになりたい方はカウンセラー高森で検索してみてください。以上、最後までご覧いただきありがとうございました。